こんにちは。ファッションビジネスの基礎知識を学べるサンクス先生の授業です。備考欄の URL のテキストもご利用してください。コロナ禍でも100均は好調です。今回のテーマは100円ショップの中で最も好調なセリアについての打ち手になります。コロナ禍で増えたおうち時間を背景に、クオリティの高い雑貨がワンコインで買える100円ショップが好調です。大手4社の年間売上と国内の店舗数では1位のダイソーに次ぎ、セリアは2位で、年間売上が1987億円、そして1679店の店舗数を展開しています。従来予想の営業利益が今期2度目の上方修正をして205億円、前期比 16.4% 増となる予定です。セリアは100円ショップ業界の中で高利益率を誇る企業として注目されています。販売する商品は全て100円という低価格でありながら、なぜ高利益を維持できているのでしょうか。ではセリアの打ち手を共有しましょう。セリアの打ち手、その1として、顧客のニーズに合わせた商品展開にて集客に成功しました。2020年には衛生用品を強化し、2020年では下半期から2021年上半期かけてコレクター向け商品などの嗜好品を強化しました。爆発的な人気を誇る鬼滅の刃エヴァシリーズや、女性人気の高いマイメロディーグッズ、そして色違いのミッフィーなどを展開し、 SNS での拡散につながったそうです。セリアの打ち手、その2として、価格の信頼です。100円ショップと謳いつつも300円、500円、1000円商品が販売されるパターンも珍しくなくなりました。その中でセリアはあくまでも100円均一にこだわり、商品購入時の安心感を追求しています。セリアの打ち手、その3として、セルフレジの導入です。首都圏を中心とした62店舗にセルフレジを導入して、業務の効率化を推進し、2019年のキャッシュレス決済の普及に合わせて導入され、客数増加に対応したのです。セリアの打ち手、その4として、リアルタイムのPOSシステムの導入です。セリアの経営戦略として、100円ショップの中でもいち早くPOSシステムを導入しており、商品発注、在庫管理、シフト管理をコントロールしています。機動的に売れ筋を入れ替え、客足を途切れさせない。デフレ下で成長した薄利多売の業態をビッグデータで儲かるビジネスに変えています。セリアの打ち手、その後として、 EC サイトに競合がいないことです。低価格で数を売る必要があるので、 EC サイトに競合がおらず、オンラインショップに顧客を取られる心配がほとんどないということです。今回はこれでおしまいです。また次回の授業でお会いしましょう。